はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。上総介様、六ちゃん様、棟梁&チンクエ様、ゆっこパパ様、たかひろ様、ガコちゃん様、お猿様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に、したいと思います。ありがとうございました。能登地震続報、死者168人、安否不明者323人。昨日は110人とかだったじゃなかったかな、増えちゃったのかな。そういえばあの人とも連絡がつかないみたいなことで、増えてしまったんでしょうか。避難者28160人、自分のうちに入れない方、3345人が孤立状態だそうであります。亡くなられた方に謹んでお悔やみ申し上げます。安否不明者の方々のご無事と救出を願っております。避難者の落ち着いた生活が戻ってくることを願っております。救助と捜索に感謝しております。吉本興業、松本人志の活動休止を発表。まあ、芸能ネタなんてあんましね、あれなんですけど、2ちゃんがね、これで埋め尽くされちゃってて、あんまし今日はニュースが、隠れちゃうんだよね。にちゃんみんもこういうの好きだね。これ権力に物を言わして、若いタレントの卵を自分の思い通りにするっていう嫉妬もあるのかなって思っちゃってなんかして、本人から裁判に注力したい旨の申し入れがございました。あとは関係各所に多大な迷惑かけてからというようなことも、この細かい字の中にチラチラと書いてありました。世論です。どうすんのこれ。完璧なディフェンスだな。やる気出てきたんじゃなかったの。潔白なら居直ればいいだけ。スポンサーが腰引けてるからしょうがないだろうと。ことがあったかなかったかは物証皆無なので不明なんですけれども、慰安婦は高級鳥だったっていう証拠はあったんですよ。あと募集の新聞記事とかね、新聞広告の募集かけてるやつとかね、強制でねえべっていう証拠はあったんですけれども、スポンサーが嫌がって番組を続けられないんじゃ、こうするしかないでしょうね。松本が出てる番組は全部お蔵入りとか、今度は今後は一切使ってもらえないってなる前に活動休止って言っといた方がいいもんね。吉本の松本切りっていうかね。ただ一つ明らかなのがですね、テレビは松本というか吉本興業の味方であります。これは明らか。吉本の株をですね、テレビ各社が大量に保有してるんで、吉本が倒産したり株が下がっちゃったりなんかしたら、テレビ各社大損こきますから、なんとかして吉本を守ろうとする。たとえ松本を切ったとしても、ということじゃないか。吉本の発表は活動休止だが、松本本人、事実無根なので戦います、それも含めワイドナショーに出ますと投稿。戦いのために、自分の戦いのために電波を私物化すんだっていう批判がちょこっとありました。吉本側、本人が出ると言ってるが確認中です。富士側は松本のワイドナショー出演日については未定と説明。TBS ですでに収録済みの水曜日のダウンタウン、クレイジージャーニーを放送するかどうかを検討中。日テレ、ガキの使いやあらへんで放送について状況を確認中です。テレ朝探偵ナイトスクープは未定です。テレビ各局っていうか民放、しばらく様子見っていったとこでしょうか。本人は出ますって言ってますけれども、民放各社と吉本はこぞってわからない、検討中、確認中。本人が先走った可能性ありますね。これでスポンサーに何か言われるんじゃないかとか忖度して出れなかったら相当にかっこ悪いですね。週刊文春、今日の正午に第3弾となる追い松本記事、発表しておりました。 A 子さん、事後のお礼ラインは今日はありがとうございますって小沢に LINE したっていうんですね。事後のお礼 LINE はスピードワン小沢に、失礼があったらこの辺りを歩けなくなっちゃうかもしれないからねと脅されて反射的に送った。公開された LINE 画像にはその部分が丸々カットされていた。この辺りを歩けなくなっちゃうかもねと脅された
部分がカットされていた。裁判になったら証言台に立つ。その他にもですね、文春は、小沢の LINE を複数入手と主張。内容がこちら。ここだけの話だけど、昨日の回は、マジ〇〇ちゃんは来なくてよかった。危なかったよ。強制的にそういう流れになって、私はやんわり対応して、最後のところはギリギリ守れたけど、断れなくて最後までって人もいたから、最後までって人もいたのか。さらに違う女性証言者3人確保。で、大阪ザ・リッツ・カールトンスイートルーム、福岡グランドハイアットスイートルームでも同様のセクハラパーティーが開催されていたという新ネタを披露しておりました。今日の昼、文春の次の記事タイトルはですね、松本人志、セックス上納システム、3人の女性が新証言になる予定だそうであります。これは松本がだいぶ分が悪いな。裁判の勝敗じゃなくてですね、ことがあったかなかったかって事実じゃなくてですね、スポンサーがつくかどうかはイメージ次第ですもんね。芸能人イメージ次第。性行為の強制があろうがなかろうが、松本は既婚者なんだし、イメージ悪いわ、これは。タレントの卵を集めて、スイートルームでセクハラパーティーってだけでも、大いにイメージダウンですね。女子集め担当だったスピードワゴン小沢、50歳。NHK に切られました。司会を務めたですね、バラエティ番組の言葉にできないそんな夜の放送を見合わせると NHK が発表。所属のホリプロは、私どもからお話しすることはございません。小沢ってホリプロだったのか、吉本じゃなかったのか、知らんかった。世論です。ここから小沢が助かる方法。セッティング自体は事実なんだろうし、仕方ないな。考えが甘い。そういえば法に触れるわけでもないのだが、既婚者の浮気っていうことでベッキーとかが消えてますよね。あといっぱいいたけど忘れました。浮気で消えた芸能人いたらコメントで教えてください。消えたけど復帰したなんていうのいそうだな。小沢が既婚者松本のセクハラパーティーのために女子集めを探偵してたら、しゃーないっすね。 NHK もイメージに敏感っすからね。それにお金にも余裕やから、収録した映像を捨てることもためらわないでしょ。あと吉本興業の株も持ってねえしね。NHK は民放各社と違って、民放も忌避するんだろうか、小沢を。しかし芸能界の下半身不祥事ネタって需要あるんだろうか。ちょっと不思議なんですけど、芸能界ってもともとそういうとこでは、その不祥事が渦巻く場所なんだよ。下半身のワニがいる川っつうかさ、歌舞伎町のホストクラブ、ワニがいる川なんだから行くなよっていう、資源がありましたけれども。その他のニュース、ある町は65歳以上が人口の過半数っていう、もともと高齢化が進んでた石川県なんですけど、避難民の介護や物資を運ぶ人手が足りない。避難民が訴えるという記事が ありました。特に女性の職がなくてですね、北陸から若い女性の流出が地震前からひどかったみたいであります。介護職は全国どこでも足りてないんですけれども、もともと高齢化があったところで、地震、避難所、大変だな、もう気の毒だな、思います。岸田政権、能登地震の激甚災害指定を閣議決定する方針準備中。地区は問わない、だそうであります。激甚に指定されるとですね、国負担の復興予算が増える、桁違いに中小企業支援事業が行えるなどなどの変化がある。これに伴い、現在の一時避難からホテルや旅館に避難者を受け入れる二次避難の準備を開始したそうであります。160箇所ほど避難所なんですけれども、そのうち公的に設置された避難所が35箇所で、あと125箇所はですね、なんとなく農協の建物に、みんないるとか、なんとなく無事だった誰それさん家に集まってるとか、そんな感じなんだって。中にはビニールハウスに寝泊まりしてる人も、寒いべなー、気の毒だなー。元自衛官の芸人やすこさん、テレビ番組でですね、サンデージャポンって言ったかな、テレビ番組で、なぜ自衛隊以外のボランティアは自粛
してほしいのかを説明。一般ボランティアの食料、燃料、居場所は被災地の資源を使わないといけない、お世話される側になる、つまりあの被災地の資源を食いつぶすっていう、ことですね。自衛隊は自己完結しており、自分たちの食料、居場所、燃料を自便できる、自分で用意できる、完璧な説明だな。自衛隊は自分で面倒の見れる、自分で自分の面倒を見れるから、大丈夫ってことなんですね。わかりました。せめて道路が復旧したら日帰りボランティアとか良さそうなんですけどね。泊まるとその分場所食うから日帰り、道路がスイスイ行くようになったら。道路の復旧工事は昼夜問わず頑張ってらっしゃるようなんですけど、険しい山とですね、海岸線が迫ってる、ところの土砂崩れは、取り除くだけでも難易度が高いみたいであります。いっそ 2.8 万人の避難民を能登半島から連れ出した方が良くないかとも思ったんですけど、それできんだったらとっくにやってっかな。まあ、二次避難ということで、能登半島以外のところで、ホテルとかで受け入れとかもあるかもしれないですね。維新馬場代表、大阪万博は北陸の皆様にも夢や希望を与える、と言ってしまい、避難号号、避難民は今日生きるのに精一杯、中抜き政治屋と土建屋しか喜ばない、本気で言ってるとしたら人としてダメ、夢と希望を押し売りすんな、必要なのは夢や希望じゃなくて明日の飯と暖房だ、今更万博やめらんないのはわかりますけど、余計なこと言ったなぁ、黙ってりゃいいのにね。これでまたあの維新の支持率下がりそうですね。目白の旧田中角栄邸で火事、牧子さん79歳線香つけて出かけたと、いう話なんですけど、夫の直樹氏83歳も無事、目白の田中邸に住んでんのか、このご夫妻は、目白に住んでん、新潟じゃなくて、直樹氏の故郷はいわき市なんですけど、いわき市じゃなくて新潟じゃなくて目白に住んでんだこのご夫妻、ネット線香で火事になるかーって、疑問の声が上がっておりましたが、の僧侶さん結構あるだそうであります。共産党への募金は政治活動資金となる可能性がありますと投稿した、辻精神練馬区を取り囲んでですね、共産党をなめんなよ、ぶっ殺すぞと、脅したですね、共産党有馬豊区議会議員、練馬、一連の発言を撤回し謝罪します。本当に言ってたんかーい、撤回して謝罪すればいいってもんでもないような気もしますね。そういえばですね、あのパヨ的にはですね、相手の 気の済むまで謝らないといけない、じゃあなかったでしたっけ、あの慰安婦とか徴用工の時にそんなこと言ってたね、相手の気が済むまで謝らなければいけない、パヨ的にはね。NHK 紅白歌手別視聴率ベスト10に韓国勢が一人も入らず、あんなに大人気って言ってたのになぜなんだーという、なぜなんだーというですね、かっこ白目って感じですかね。というわけで、能登地震、避難民っていうか道路復旧最優先かなー、あとはあの避難、二次避難、ホテルとかであったかい風呂も入れる、ように、早くなるといいと思っております。デトックスジャパン。